が溶けてきました。これはすごい。家に持って帰るとおばあさんも大喜び。まあすごい。隣の欲張りなおじいさんがそこを掘ってみると、いらないものがガッサガッサ出てきました。なんだこりゃ。家で聞くと、またいらないものがガッサガッサと出てきました。隣の欲張りなおじいさんは怒って、今度は嘘を燃やしてしまいました。